パウル・ベネッカー。パウル・ベネッカーは、ドイツ海軍の軍人。最終階級は、海軍大将。第二次世界大戦中に、在日ドイツ大使館付部官を務めた、ドイツ帝国のキールに生まれる。1909年4月、ドイツ海軍に入営して、士官候補生となり、防護巡洋艦、ビクトリアル・イーゼでの公開教育を終了。海軍学校を卒業後、 1910年4月に海軍見習い士官となり、小巡洋艦、マインツに配属される。1912年9月、少尉に昇進し、軽巡洋艦、ーニヒスベルクに転属になった。1913年6月にマインツに復帰。1914年に第一次世界大戦が勃発すると上官していた、マインツは8月にヘルゴラントバイト海戦で撃沈され、 イギリス軍により救助されたベネッカーは1918年1月までイギリスで捕虜になっていた。さらに終戦後の1918年12月までは中立国オランダで抑留されていた。釈放もドイツに戻って海軍監督部所属となりバイマル共和国軍に採用されバルト海艦隊に配属された。1920年2月に大尉に昇進後第六半送海軍の総海帝。 M30 手以に任命され、1921年10月には、第五半送海軍の M132 手以上に転じた。1922年3月から1924年5月まで、漢方学校教官を務める。ついで小巡洋艦ニューフェの砲術士官に転じる。1926年9月、バルト海海軍基地次席参謀に就任し、 1928年10月には、少佐に昇進。1929年10月に、戦艦、エルザス首席法律士官に就任し、1930年2月に、戦艦、シュレスビヒホルシュタイン首席法律士官に転じた。1931年9月、艦隊自席参謀に転じ、1933年10月に、中佐に昇進した。 1933年12月、東京にあるドイツ大使館に海軍駐在部官として赴任し、1935年4月に大佐に昇進。1937年8月末にドイツに帰国し、9月に総交館、ドイツラント艦長を拝命した。スペイン内戦ではイベリア半島沖に派遣され、海上警備に当たった。 1938年7月から8月は、スペイン派遣ドイツ艦隊司令官を務めた。第二次世界大戦勃発後の1939年10月に、順将に昇進。ドイチラント艦長として、通商破壊戦に従事し、11月に寄港した。その際、ドイチラントは、艦首を従順に洋艦に、また艦名をリッツ王に変更させられた。 海軍総司令部付けになり、1940年2月に、再び同盟国日本での駐在海軍部官を命ぜられた。これに合わせて、東アジア帝督の称号を与えられた。日本ではドイツが降伏する1945年5月まで駐在部官を務め、その間1941年9月に、中将1944年8月に大将に昇進した。 1943年7月16日には、ヒトラー総統の特別要請により、戦艦ヤマトを視察、同艦に唯一乗艦した外国人となる。1945年、日本の降伏とともにアメリカ軍の捕虜となり、1947年11月に釈放された。1966年、殺人罪でハンブルク地方裁判所に告訴された。罪状は、 第二次世界大戦中に海軍駐在部官として下した命令、すなわち日独艦を往来する封鎖突破船に対し、船上にある拘束者は自陳の際には脱出させず、船に残すよう命じた指令であった。具体的には、封鎖突破船リオグランデ号の船上で、窃盗罪により拘束されていた水夫、アルフレート・ポベライトが、動船が1944年1月に来た。 大西洋上でアメリカ海軍に捕捉されて自陳した際に推進したことに関する罪状であった。しかし事効により審理は停止された。ハンブルクベルク区で死去した。ありがとうございます。